日本もピッチクロック導入したらいいのにマジで。あのメジャーの試合ずっと見てるからさ、遅いのイライラするようになっちゃった。俺ピッチクロックアンチ派やったのに今ピッチクロック賛成派になっちゃったもん。俺めちゃめちゃ試合見てて快適。ポストシーズンとかはなしでいいかもしれんけどね、シーズン中はピッチクロック導入した方がいい。ピッチャーかわいそう。どこが打者有利じゃない、打者も不利でしょ。日本は多分導入するよ、もう社会人導入してるでしょ。だって日本も多分2025年までには導入されるみたいな感じのニュアンスで聞いたし、なるはやでお願いしますって感じ。日本多分ピッチクロック導入したら8時半とかに終わるね。全然打たへんから多分。いやバッターも有利なってないよ全く。だってバッター自分の間ないもん。ピッチャーの間で投げられたらもうバッターだって見逃します。でもう一回打席外してこういうのできひんから。もう打席大谷なんか打席ボールってなったらもうすぐこうやって、ピッチクロック作業的な感じになって、まあまあその新しいものが導入されたらやっぱ今までそんなことなかったから拒否するのは人間誰しもそうよ。絶対そんな新しいことが加わって賛成派なんか最初は絶対少ないよ。それは人間の心理的に絶対そうよ。もう俺もそうやったし、ピッチクロックなんか絶対いらんわと思ってた。今多分否定派の人もメジャーの試合フルで何試合も見てないと思う多分。実際見てみ試合めちゃめちゃ快適やから。で全然なんか打者とピッチャーもやりにくさはなさそうやから意外と。おい